どうもあいたろチャンネルのあいたろとえんやんです。お願いします。お願いします。よーみんな、俺のために来てくれてありがとう。みんな Thank you。 何が見えてるんですか。怖い怖い。めっちゃいるじゃん。ほら行くよ。はい。このアリーナ大歓声。マジで言ってる。見えない。亡霊たちが。ホーンテッドマンションみたいなこと言わない。亡霊たちが見えないのか。踊ってるよかって。いや、上から見んな、上から見んな。よく知ってるな。ディズニー来て。ディズニー来て。はい、ということで今日はですね、はい、またまたこちらジオブレイク 80S を使ってですね、読まないで右言えるようになってね。どうしよう、70ってね、言いそうになっちゃうの。70って言いそうになっちゃうから、これを見て、はい、でも見てもね、書いてないのこれ。本当だ。え、書いてないじゃん。そう。え、あっちは書いてある。書いてある。どこに書いてあるでしょうか。お昼になっちゃった。ちょっと待って、やだ、悔しい。ここいや、いや、僕ないですか、ここない。あった。ありました、ここに80です。ということで、こいつを使って、はい、ハーフボレーを。ダメだ、もうお昼の時間。これがついた。お弁当何がいいですか。唐揚げ弁当がいい。もう進めさせて話を。うるさいな、もう。こいつを使って、はい、ハーフボレーをしていきたいと思います。はい。まだこれでちょっとね、空中戦やってないんで、繰り広げてきます。はい、はい、じゃあやっていきましょう。お願いします。あゆたろうチャンネル。あゆたろうチャンネル。めっちゃいいじゃん。めっちゃよくね。とりあえずまっすぐだったればさ、そう、ポンと。するよ。めっちゃよくね。うん、めっちゃいい。いや、このボレアってちょっと変わったの。あゆたろうチャンネル。よっしゃ、しゃ、いいね。良すぎる、うん、あれ良すぎるよこれ。やっぱあの、まあ、硬いっていうのもあるんだけど、ラケットが、うんうんうん、70S よりさ、やっぱ安定性はあるよね、ここの硬い分、ね、弾きはこの当たったとこで変なブレがないからね。あー、そっかそっか。しっかりパチッと当たれば返ってくる。素直に弾くってこと。そう、素直に弾いてくれる、うん、なおかつその前のネクシーガの 80S よりも、うん、若干ここがしなることによって硬いなりに飛んでってくれた。コントロール性がアップしてる。ネクシーガ 80S の後継機じゃんこれって。そうだね。そう、だからそのネクシーガ 80S を今使ってる人が移行しようかどうか多分迷ってると思うよ。りっちゃんとか、りっちゃんとか、うん、でもしかしたらあれね、もしなくなったらって考えると。そうだよね。だから後継機じゃんこれ。これにうまく乗り換えられるのかってとこなんだけど、まあんま心配しなくていいと思う。ネクシーガ唯一違うのはこのクラッシュジェネレーターの部分で、ネクシーガよりちょっとこう
しなってくれる。あ、じゃあ乗り換える人はそこまで心配いなくても、うん、いいと思う。でスバル君もこの間ね動画撮ったんだけどネクシーガと、はい、実際そんなにそこまですごい違いはないって言ってたから。スバル君ネクシーガだよね。そう 80S。 そうですよね。そうだからもろに、しかもストリングも一緒だし、はい、ポンド数も一緒なの。そうだからそんな違和感なく打てたって言ってた。じゃあ間違いないじゃないですか、うん、だからまあ安心して乗り換えてもいいんじゃないかなと思う。 80S を、うん、80民にとっては、ただ 70S からこっちに変えるんだとちょっとまた感覚が違うよっていうの、うん、まあね、僕もさっき言ってたけど、まあ、分かっていった方がいいかなっていう。まあ一応これ上級者モデル、まあ90が出るか分かんないけどねこの後、うんうん、まあ、一応ハイエンドモデルって言ってるから、うん、そうですね、エンド、そう一応だから最高期なんだよこれが。でこれで終わっちゃうかもしれない。そこら辺はまた考察ですよ。はい、皆さん考察しましょう一緒に。はい、ってことでじゃあ、うん、今回は終わりたいと思います、はい、この動画をいいねと思う方はグッドボタンを押します。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンを押します。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。せーの、バイナー。